はい、どうも花見です。ではスバセカ続きやっていきたいと思います。あのね、ごめんね、毎回発見があるんだけど毎回の発見ごめんね。一つ一つ発見をしていくんだけど、これ式編って書いてあるのね。え、何？なんか何々編っていうのが今後もあるってこと？その式くんだけじゃないってこと？私が今後操るのって、これ何人もおって、そのうちの一人が四季くんってこと？え、そういうこと？2日目とか言うもんね。これ7日間さ、死神のゲームがあるからさ、あれかな、四季くんの視点と、まあ、他の人たちの視点をそれぞれ全員見ていくみたいなことかな。今んとこね、この四季編、あ、ごめん、四季くんって言っちゃったごめんね、四季ちゃん、しきちゃんの視点ってこと？あ、そういうこと？この、え？もうごめんね。いろいろとさ、あるんだけど。二人ってくれね。これ今、しきちゃんの視点で、このネクくんの、なんていうの？話が描かれてるってことなのかな。他にもさ、すげえ優しかったさ、何、携帯の触り方を教えてくれたあの男の子2人、もう1人がちょっとごめんね、女の子かもしれんけど、男の子の2人のやつ、あの2人も今後操れるのかな、彼らの視点のネク君みたいな、そういうのがあるってことかな。この式編になってるもんね。ってことは他も何々編があるってことよな。へぇーって言うけどあ、じゃあ早速この8項のね、呪いを解いていきましょうよ。ネクどうするの？なんか汚れてるみたいなこと言ってたよね。8項を磨くいきなり磨くはい、よーよし、ネク心を込めて磨きましょう。8個を磨いてって、8個を磨いてって、周りから変な目で見られないか？大丈夫、みんな見てないし。見られたとしても悪いことするんじゃないから平気よ。そういう問題じゃないけど。え、あれだよね、その、他の、その、今歩いている人たちからは、ネク君たちは見えないってことなんだよね。そのパラレルワールドみたいな。同じ時空間を生きてはいるけど、その、なんていうの？ちょっと次元が違うっていうか、そういうことだと私は解釈してるんだけど、同じタイムラインは生きてるんだけどね。なのかなっていう。仕方ない。よし、ネク心を込めて磨きましょう。ういえ。こういうことね。チュ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 。ルルル。色ちゃうやないか。ネク何か言った？何も言ってない。あんなうならないよ、ネクは。っていうか、磨けば磨くほど8個じゃなくなっていくような。うなってるうなってる。いいから黙って磨けよ。私何も言ってない。お前8個じゃないな、よく動く犬じゃん。てはネク、8個から何か出てきた。お、戦えと。ちょっとね、バッチ変えてみたんですよ、1個。全部消してやる。消してやる。どういうこと？スラッシュだったよね。スラッシュみたいな。で、スラッシュ。いい加減にしなさい。いい加減にしなさい。痛いよ。犬激しい。はい。消えろ。めっちゃ大惨、もう火事よ。すげえ火事を起こしてますけど。完璧ですか？本当に？めちゃくちゃよ。A になった、初めて知らんけど。10連続ヒート達成、シンクロコンボ10回復達成、ドロップバッジが出なかった。これどうやって使うんだろうね。初めて A だ。デフプラスをゲット。
DEF 四季専用、四季がパートナーの時ネクの防御力がアップする。おお、集めた枚数が増えるとさらにアップする。うん、すごいじゃん、集めてこうぜ。お、タイマー消えたね。ネク、タイマーが消えた、クリアできたみたい。モヤイ像とハチ公像両方にノイズがついてたのね。ミッションはその両方のノイズを倒すことだったのか。渋谷って像がいっぱいあるんですねあんな至近距離に2個もあんのかいな。ねえネク、あ、さっきさ仲間なんていらないって言ってたよね。あ、それが、あ、それがこのハチ公の謎って解けたの私のおかげじゃない。あ、何言ってんだそうカッカすんな。私がハチ公の模様に気づかなかったらこのゲームクリアできなかったかもしれないよ。お前なお前に頼らなくったって俺一人で謎ぐらい解ける。なんでそんな一人でいたがるの。本当にそうかな。だってあー、ムカつくわ、すんごいムカつくわ誰誰誰、何よ、またあんたたち、へえ、何この声、昨日ミッションクリアにした時に聞こえた声、まさか死神。お、初めて対面するじゃん。何、私が死神で文句あんの。あなたが死神。死神、こいつがミッションを出してくるやつか。出してはないんじゃないかな、他の人が出してたりするのかな、もっと大元が出してるみたいな、ボスみたいな。っていうかあんたたちが昨日消えてくれなかったおかげでラーメン一杯損したんだけどあのお兄さん、チュッパチャップスのお兄さんが勝ったんだね、賭けが。あ、こいつ本当に死神なのか。ラーメンどこで食べるんだよどこでラーメン屋行くんだよ、お前の世界線で。あら、リアクション取れないくらいビビっちゃってるの。じゃあ着付けにこれあげるわ。おい、何をあげんだよ、やめてくれよ。こっちとらまだ慣れてねえんだバトルに。おい、なんか知らんやつおるんやけど。ちちち、待って、はい、どこから、え、やめて。うわ、なんかすげえ伸びんじゃん。やべえよ、なんか HP がやべえんだけど、まずいな。やべえ、 HP がやべえよ。あ、倒したスーパーゴリ押し、スーパーゴリ押しよ。倒したんですか、倒したってことで OK ですか。チー、あ、なんかレベルが上がった、全然わかんねえな。 OK、 ATK プラスをゲット。四季専用、四季の攻撃力がアップする。集めた枚数が増えるとさらにアップする。おお、アイスブローをゲット。空間から空間を下から上にスラッシュするとピュッてやつね。つららが出現し当たった敵にダメージを与える。おお、ヒヒイロカネ。お、なんかまたあれでしょ、ショップ、どっかのショップでキャラクターの成長に関わる重要なアイテムと交換、交換アイテムね。いや、もう結構つらかったよ、アイテム使おうかなって思っちゃったぐらい。今までのノイズより強い。あら、なかなかやるわね、ちょっと意外。じゃあもっと楽しんでもらおうかな。もう何なんだよもう終わろうぜ今日は。次のノイズは強いわよ。え、もうやんの、もういHP は、 HP は瀕死です。まずい、この状態でまたノイズとは戦えない。もう確かに、ほんとそれはそれだったら、あ、こいつを叩く。おお、賢いぞ、大元を叩くという。もしかして私と戦うっていうの大爆笑
あんたばっかじゃないの、勝てるわけないじゃん。もう強そう、もう爪が強そうなもん、すげえもん、鋭いもん。でもいいわ、ちょっと退屈してたから相手してあげる。何？こいつ自分が呼び出したノイズを倒した。おお、付近のノイズを一掃したのかね。私がノイズを消してびっくりって顔ね。ノイズはあんたらの仲間じゃないのか。キモい、あんなのと一緒にしないでよ。そうなんだ、そういう気持ちなんだ。ノイズはただの道具、ぶっちゃけ捨て駒ね。あんたたち参加者も同じだけど、これどういう世界なんだろうね。やっぱりその死神の、まあ、なんかカンパニーみたいな感じで、彼らはその死神界の中でもちょっと下っ端なのかな。で、大元のボスがゲームをしとるとかそういうことかな。もうまだ勝手な解釈やけど、くそ、こんなやつには絶対負けられない。でも勝てるのか。いや、まだ無理ですよネク君。ネク君無理ですよ、今の体力とバッジの力じゃ。こいつの実力は全く読めないけど、やるしかない。なんでそのさ、その自信はないけど、その強さがあるの。ダメネク、こいつに逆らっちゃダメ。逆らったら簡単に消されちゃうよ。あ、もう気取ってんね。え、何、やめるの。つまんない、せっかくワクワクしてきたのに。すんごいテンション下がる。もうラーメン食べてきて。じゃあ私から行っちゃおうかな。え、こういうさ、介入は OK なの？その参加者と死神が直接手を下すみたいなの、これゲームのルール的にどうなの。くま、けどそれは無理なのよね。え、じゃあどうしようかな。あ、やっぱ直接手を下すことはルール違反みたいなことなのかな。死神がノイズを使って間接的に参加者をその怪我させるとか、そういうことはルール上 OK みたいな、邪魔することは OK だけど、直接手を下すことは良くないみたいな。そうだ、楽しいこと思いついた。あんたにスペシャルボーナスゲーム、もしクリアできたら死神のゲームから解放してあげちゃう。ゲームから解放？本当か？もちろん。ね、すごくない？お前にそんな権限あんの？なんかだいぶ下っ端っぽいけど。どうする？私とゲームする？どうする？ネク、ダメ、乗っちゃダメ。あんたうるさいのよ、黙ってな。もう権限ないでしょ、このお姉さんに。多分そんな参加者を解放させるような権限は。さ、やるの？やらないの？やる。おい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 、まずこのゲームのルールも分かってねえのにそんなこと言っちゃダメでしょ。ネック、ゆえ、さすが女の子ね。さ、始めよ始めよ。あ、言うの忘れてた、もしクリアできなかったらあんた消滅ね。おー、ボーナスゲームはやべえな。な、ゲームはね、超簡単。1分以内、1分以内、あの子を消す。え、あいつを消す。そう、ただ消すだけ、超簡単でしょ。サイキック使ってノイズと同じようにすればいいのよ。うわ、ちょっと楽勝すぎたわ。はい、じゃあスタート。いきなりか。いや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 、くそ、俺に人を殺せっていうの。いくらなんでもそんなことできるわけないだろ。けどあいつを殺さないと俺が消える。ネク、残り30秒30秒経ってんの。あれ、もしかして迷ってる。じゃあいいこと教えてあげちゃう。あの子ね、私たち死神のスパイなのよ。何、スパイ。じゃあ何言ってんのよ。入ってきた入ってきた。定時連絡ありがとうね、おかげでスムーズにことを運べたわ。定時連絡、いや、あのなんか普段携帯触っとるやつ。嘘よ、やめてよネク、こいつが言ってるのは全部携帯。おお、やっぱりすぐ携帯触るくせね。じゃあお前携帯で何してた。ええ、それは答えられないってことはやましいことがあるってことよね。違うわ、あんたはもう用済みだから消えちゃっていいわ。はい、残り10秒。このゲームの主役はあんたよ。
あんたの好きなようにすればいいだけ。どうするどうするネク。迷うことじゃん、迷うことないじゃない。素直に動けばいいだけ。やべえなこいつラーメン女子すげえ煽ってくんじゃん。誰の命が一番大切かってね。やめてネク、私を殺さないで。どうするどうするネク。俺は、おいおい、私を殺さないで、殺さないで、私を殺さないで。おおネク、俺は、俺はどうすんだよ、俺はどうすんだよ。ネック。え、ネック。ネック。ネック。おい。おーい。え、ネックどうなったん？え、待って待って。ネックくん？ネックくん？え、どうしたんだよ、あれから。え、どうなったん？ここはどこだ？暗い夜、いや、どこかの建物の中か。そうだ、あいつは？お前やったな？やったな、お前。やったな？いない。そうだよな、俺が、お前。やっちまったな。結構ためらいなくやってたよね。サイコキネシスってそういうこともできんの？人間不信の男が、まずここから出ないとな。どこ？これ出口はどこだ？このバッジで明るくすれば。バッジも持ってんだ。ええ炎が出ない。バッジが使えないのか。バッジは持ってんだね。仕方ない、手探りで行くか。シャットダウンをゲット。ゲームを遊んでいない時間に応じてバッチメニューを開い、ん？ゲームを遊んでいない時間に応じてバッチメニューを開いた時に装備したバッチに最高7日分まで貯まった BP ボーナスが入るようになる。え？あ、じゃあ何？私がこれ今日終わったとして、明日明後日とかにまたやるとしたら、その24時間分は装備したバッチに BP が勝手に入るってこと？え、何それ？すごない？え？最高7日分、7日分ほったらかしにしとっても BP が7日分入るってこと？え、その入る BP の容量って何？なんかあるの？うわ、なんか人んじゃん。感覚を研ぎ澄ませろ。おかしいな。おかしいな。一体どこがイカれてるんだ？何の話？え、ここどこ？うん、ウェイ、足音、こっちに歩いてくる。え、暗い、どこだろう。誰だ？いや、お前はネック。 おいおい、生きとんの、生きとんの。びっくりした、殺したと思った。もう驚かさないでよ。お前こそどこ行ってたんだよ。ここ真っ暗でどこかわからなかったから出口探してたの。暗くて周りがよく見えないからいろんなところをぶつけちゃった。もう一度試してみるか。ネク、バッチはノイズと戦う時しか使えないよ。あ、そうなんだ。あー、そうなのか。中には普通の時でも使えるのがあるみたいだけど、そういえばサイコキネシスは使えたな。え、さっきのやつ首絞めたやつかな。こう暗いと下手に動き回らない方がいいかもな。大丈夫、あっちに出口見つけたの。だったら外に出れば。だってネクを置いていけないでしょ。シェケちゃん、ごめんね、首絞めて。本当にごめん、もう罪悪感しかない。もうネクはもうこれ心痛いわ。私もちょっとは役に立つでしょ。ごめんな、ほんま土下座しよ。土下座もんよ。
勝手に歩き回るなよどの口が言ってんだそれ。あれあれ、勝手な真似してピンチになって怒られたのは誰だっけ。すっとぼけた顔してんな。おお、昨日の話ね。迷うことないじゃない、素直に動けば。あ、これ昨日のね、この煽り、ラーメン女子に煽られたやつね。やめてね、く私を殺さないで。結構ためらいなくやったけどね。首を絞めて、さあそろそろ答えを見せてもらおうかな。だいぶ答え見せたやん。おい、その辺でやめとけ。誰、何この人。姉ちゃん、ルールは守らないとな。パートナー消滅をミッションにするのは禁止されてるはずだぜ。おお、あ、そうなんだ。なんだって。言われなくても分かってるわ。ゲームの余韻を楽しんでただけなんだけど。何、まんまとまんまとそのルール違反をに乗っちゃったわけね。それにミッションは1日につき1つ。ああ、そうなんだね。ゲームマスターしか出せないルールだろうが。あ、やっぱそうなんだ。この下っ端ではルールミッション出せるわけないよね。もうそれ思ったよ。もちろん知ってるわ。おめえラーメン女子よ。っていうか私ゲームマスターじゃないし。今やってたのは当然ミッションじゃなくてただの遊び。全然ルール違反じゃないんだけど。もしさ、そのしきちゃんをさ殺しちゃったとしてもさ、もちろんこのゲームからさ解放する権限はこのラーメン女子にはないわけよな。やっぱそうだよね。だったら今日の仕事は終わってんだろ。とっとと帰んな。うん、どこの参加者か知らないけど死神のルールに詳しいのね。そうだよね。お前騙したのか。ゲームから解放するっていうのも嘘だったんだな。失礼ね、嘘なんてついてないわ。消えればゲームから解放されたも同じでしょ。こいつ、あーマジテンションガタ落ちだわ。ラーメン食べてこい。今日はお開きよ。また今度遊んであげるわ。もうしきちゃんごめんね、ほんまに。ありがとうございました。よく横に並んでられるな。もう一生顔合わせたくねえわ、あんな首絞められたら。おかげで助かりました。ん、羽駒さなえ、さなえちゃん。かわいい名前です。羽駒、すごい名前。ま、言うなればゲームの監視者ってところだな。参加者じゃないの。今みたいに参加者を騙したり卑怯な手で自滅させる不届き者もいるんでね。俺たちあいつに騙されてたのか。俺たちじゃねえ、お前だけだろ。間違いねえ。もっと怒ってやれ。ジョーちゃんを無視して独断専行でゲームに乗ってこのざまだ。もう少しでジョーちゃんを消しちまうところだったんだぞ。本当だよ。もう一回ぶった方がいい。何でも一人でできると思い込んでると痛い目見るぜ。え、このおじさん参加者じゃないの。ほら、ジョーちゃんに謝んな。はあ、わだかまりを少しでも残すとだんだん大きくなってミッションに影響するぞ。おじちゃん、羽駒ちゃん、羽駒さなえちゃんよ。ほら謝れ。ほんと土下座よ、ほんまに。命殺すところだったよ。悪かった。いや、そんな謝り方かよ。ネク、いいんですかそんな謝り方で。いいよ、もう気にしてないし。うんうん、気にしよう。さすがに気にするわ。あ、ほら、あの場合しょうがなかったっていうかね。優しい。それにははっきりしなかった私も悪かったし、ちょっと携帯のことについて教えてほしいよね。だからネクももう気にしないで。おじさん、さなえちゃんをめっちゃ笑っとんな。よし、これで問題解決だな。いいか、お前らよく聞けよ。この渋谷で生き抜く術はただ一つ、パートナーを信頼しろ。特にそっちのヘッドホン。みんなからヘッドホンって言われてんな。ヘッドホン、
お前しかいない。信頼って意味ちゃんと分かってるか。ゲームに勝ち残るためにはパートナーは不可欠。自分の力だけじゃいつか必ず限界が来る。パートナーと力を合わせることで自分の限界を超えることができる。ノイズと戦う時もそうだ。一人で戦ってもパートナーとはつながってる。お互いのエネルギーを感知して呼び合っているんだ。だからパートナーと心を合わせろ。心閉ざしてんな、ネク君。まずはちゃんとジョーちゃんと話をしろ。お前が考えてることそのまんま言ってみろ。話さなきゃ何にも伝わんないだろ。そうだよネク。怒られるぞ。私分かってる。私がネクの足を引っ張ってるって。引っ張ってるかな。そんなことないけどな。ハイキックだってそんなにうまく使えないし。でもね、私このゲームに勝ちたいから、ネクと協力して頑張りたい。だからネクの考えてること知りたい。全然顔見てくんないじゃんこの人。ネクのこともっと分かりたいよ。怒られとるな、めちゃくちゃ。ネク、俺だって分かりたい。分からないんだ自分のこと。もうやっぱ記憶喪失なのかな。え、名前以外思い出せなくて。あい、桜葉ネクっていう名前はやっぱ本名なんだね。気づいたら交差点で倒れてて、どうしてこの街にいるのか、どうして死神のゲームに参加してるのか、何もかもわからないんだ。思い出せないんだ全部。そうなの、やっぱそうなんだ。分かってないんだ。思い出せないって、それって記憶喪失ってこと？なんだろうね、その参加、そもそもこのゲームって参加は自主的なのかな。チュートリアルみんな受け取るもんね。バッジもらって説明一応受け取るしね。そうか、それは辛かったな。おじさん、おじさん優しいな。めっちゃ優しい。あ、よかった。おじさんのおかげで一応あれよ、ちょっとまとまったね。びっくりだよ、ネクが記憶喪失だったなんて。もっと早く言ってくれればよかったのに。でもなんか記憶喪失の割にはさ、なんか人のこと信頼しない感がすごいよね。なんかもうちょっとリセットされてもいいのにね、記憶喪失なら。自分でもわからなかったんだ。確かにネク、渋谷のこともゲームのことも何にも知らなかったもんね。仕方ないだろ。え、その服も現実界で着てんの？服がね、すごいね。ヘッドホンもセットやもんな、服と。お前だって知らないことたくさんあるくせに。まあそうだけど。でも助かったよね。でも、本当にこれ自主的なのかな？羽駒さんがいろいろ教えてくれて。羽駒さんのおかげで、ネクともちょっと話せるようになったし。それにすごいバッジまで。何？何？びっくりした。急になりだすんだもん。おい、携帯落ちたぞ。あ、触らないで、自分で拾うから。な、携帯にめっちゃ固執しとらん？え、誰？何？え？誰と映ってんの？全然見えないな。なんだろう。反射してるな。写真？見ちゃった？画面が上になってたから。友達、同じクラスで一番の仲良しなの。へえ。もしかしてお前いつも、うん、これ見てたの。本当だよね。なんでお前だってそれならそうと早く言えばいいのに。そんなの隠すことでもないだろ。あ、ほらネク、ミッションメール届いてるよ。全然話聞いてくんないじゃん。なんだ、ごまかしてる。やっぱりこいつまだ何か。おお、ミッションメールよ。 A イーストの主を倒せ。 A イースト、制限時間は360分。え、すごいある。長っ。いつも1時間なのに。失敗したら消滅、死神より。いた。ま
毎日痛いな。やだな、この痛みくんの、ほんとやだね。ミッション開始ってわけか。うん、今日も頑張ろう。今日のミッションは A イーストに関係あるみたいね。なんか渋谷にあるよね。なんだっけ、何イーストだっけ。なんかライブハウスあらんけ。うん、A イースト。おー、やっぱそうだ、ライブハウスの名前よ。何回か行ったことあるから場所なら私知ってるわ。 A イーストって名前だったっけ。なんとかイーストだよね。そういえばお前渋谷に詳しいな。まさかここの民族か。まあね、よく遊びに来てるし私に任せて。すごいな、渋谷っ子じゃん。よし、 A イーストに行きましょう。出口はあっちにあったよ。おじさんだ、おじさんのマークだ。メインメニューからバトル難易度イージーを選べる。バトルは簡単になるが敵を倒した時の経験値やバッジの種類が減る。あー、やりたくないですね。極力ノーマルでいきたいよな。これがミッションか。 A イーストの主を倒せ。制限時間は360分、失敗したら消滅、死神より。暗っ、これずっと暗いの。感覚を研ぎ澄ませろ。なんか暗いけどさ、違うの。感覚を研ぎ澄ませろ。研ぎ澄ます。待って、ここに一般人おるじゃん。集中しろ。真っ暗だけど一般人はいるんだね。あ、待って、どっか行っちゃった。どこだよ、ちょっと待って。うー、強制的に行っちゃった。あれ、ここなんだ。あの A イーストってここなんだけど、ちっか、めちゃ近いじゃん。なんだ、最初から目的地にいたのか。お前気づかなかったんじゃなくて気づけなかったの。ほら、なんか真っ暗だったでしょ。A イーストの中にいたってこと、私たち。とにかく予定より早く到着したし問題なし。さあ早く主を倒しましょう。 A イーストの中だから真っ暗だったってことかな。って言っても、この中に主なんていた？まず暗いのをなんとかしないとダメだろ。だよね、暗すぎて見つけられないもんね。私も場所が分からなかったくらいだし、なんとかして電気をつけないとな。誰か知ってるやつはいないのか。フィールドで一定時間じっとしているとパートナーと会話できるようになることがある。パートナーからヒントを聞いて次の行動にする。あ、なんかたまに吹き出し出るよね。モブじゃないやつおるんやけど。待って、あ、ちょ待って、あ、やっぱさっきのライブステージだったんだ。へえ、ちょっと待って、行ける範囲って、うお、お兄さん、え、お兄さん二人おんじゃん。壁が両方あるってことかな。めっちゃ渋谷って感じがするな。あ、ここのラパンっていうのがさ、ここに出とるのがこれか、場所の名前なのか。おー、え、何？ガティート？何ガティート？ランク13、ピラーパン。ごめんなさい、間違えた。はい、ではお時間いいところなので今回はここで終わりたいと思います。ちょっと待ってね、行かないで。この操作性いつ慣れるんだって感じだけどね。式編3日目ですねに入ったところなんで、で A イーストの主を倒せっていうミッションになります、次回はね。なので、まあ、またそこからやっていきたいと思います。こうやってさ、区分見るとさ、もうまだまだ先が超長くないって思うよね。なんかここら辺うろうろしてただけだもんね、あの1、2、2日目
いきなりこの LA ロサンゼルスみたいなところに飛んでるけどさだからもうほんとまだまだ先は長いけどね。でも結構最初のさ1日初日だけやるとさあポカーみたいな、え何言ってんのみたいな、シンガルゲームみたいな、全然なんか正直感情移入これできんのかなみたいな感じだったけど、今めっちゃ楽しくなってきました現金なやつよ。だからねちょっとまた3日目から楽しくやっていきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。